ゲームってそもそもどういう職種構成で作っているのだろう。ゲームを作る人にとっては非常に初歩的、日常的なことですが、誰もが最初は知らないことですから、制作する、ゲームのジャンルや表現によってもかなり異なることをお断りしつつ、私がゲームを作る場合に多い、ゲームを作るための職種をガイドします。まずディレクター、私のことです。他の制作体制では分かりませんが、基本的にチームに1人だけ、ゲームのアイデアを出しまとめ、ほぼ全てを決定する監督です。ゲーム内のあらゆる要素を見て監修し調整していきます。なお、ゲームを考えて生み出すという意味でゲームデザイナーとも呼ばれます。プランナー、企画とも言います。噛み砕くと、ディレクターが考えたものを設計図化し他の職種に配る役割です。設計図は仕様書といい、プログラムを組むためにより細かい記述がなされていきます。プランナーの役割は多岐に及び、おおむね全てのゲーム内要素に関わっていきます。各種運営、バランス調整やデバッグの指揮なども行うし、プログラム外のデータであるスクリプトを書くこともします。プログラマー、コンピューターで動かすプログラムを書く人、仕様書上に上がっている企画をコンピューターに落とし込んでゲームとして動かすようにする役割です。他の職種が作る素材は全てプログラマーに集めて完成させると言っても良いです。コンピューターは非常に理屈っぽいので、忍耐と柔軟性が求められる仕事です。モデル、本当はモデルアーティストと言うべきですが、以後送りを省略します。グラフィックツールでポリゴンなどの形を作る人です。モデルと一言で言っても、マイキャラあるいはファイター、ステージや背景、敵キャラ、アイテムなど種類が多いです。よってかかる人は多いですが、やっていることの性質はそれぞれで全く異なります。アートワーク、ファイターのイラストなど 2D 絵を描く人たちです。モデルアーティストに対して全く異なる才能を求められますが、モデルもアートワークも両方作る人がいるなど境界線は曖昧です。モーション、モデルの動き、アニメーションを作る人です。動きをリアルに表現できれば良いだけではなく、適切な誇張やメリハリ、ポージング、そして、ゲームの目的に合った動かし方をすることが求められます。ゲームのジャンルによりますが、これも多めの人数です。なお、リグというキャラクターを動かすための構造体を作る人もいます。エフェクト、画面効果を司る役割、ダッシュ煙やヒットマーク、斬撃の風切り、火炎や電撃などの効果、画面全体を覆う特殊演出など、刺激とそれらしさを与える画面効果を作ります。他のアーティストとは少し異なるアニメーションセンスが問われます。サウンド、音のスタッフ構成は大きく分けると、音楽、効果音、ボイスがあります。音楽はゲームの中のバックに流れている曲そのものを作る役割、効果音は、攻撃がヒットした音や足音、環境音など状況に応じて流れる音を作る役割、ボイスは声優さんなどをお呼びして収録した声、またそれを編集、加工する役割です。 UI、 つまりユーザーインターフェース、いわゆるメニューを構成する役割です。この中にも、企画、アーティストやプログラマーが混在していますが、やるべきことは他チームとはだいぶ違うように思えますね。テクニカルサポーター、サーバーを管理したり、開発環境を整えたり、トラブル時に解決に回るなど技術的なサポートをする役割、直接製品に乗るものを作るわけではないですが必要不可欠です。マネージャー、チームを運営するために必要なことを行う役割です。例えばスケジュール管理、遅れている要因を見つけて改善をしたり、人材の配置を変えたり、社内でのルールを守らせたり、機材の調達やオフィスの管理などのサポート業務もマネージャー的な仕事です。モニター、ゲームをテストし問題点や調整すべき点を挙げる役割、
実際の調整はその内容を吟味して企画が行います。特に対戦ゲームだと相応しい腕前とひたすらプレイし続ける根気が必要になる仕事です。デバッカー、モニターと同じくゲームをプレイしまくるのですが、これはバグを見つけることを目的にしています。不具合を見つけ、その再現方法とともにレポートすると、マネージャー系の人が適切なチームに配置し、治るまで管理されます。実機ムービー、一応それらとは別のものとして参戦ムービーなどを撮影する役割の人々がいます。特にゲームパートの撮影はチーム内のメンバーで構成されており、スマブラスペシャルでは非常に高度なムービーができたのではないかなと思います。広報や営業やプロデュース業もありますが、チーム内というのが怪しいので今回は省きます。本当はキャラクター班、ステージ班などカテゴリーに分けてチーム化されているのですが、それは置いておき職種のみに絞りました。チームというのは様々な職種が集まって作られています。例えばファイターチームとくくると、企画、プログラム、モデル、アートワーク、モーション、エフェクト、効果音とかなり多くの職種の混在になります。もちろんディレクターはほぼ全てのチームに属しています。それぞれの仕事はディレクターの監修を通し、多くは何度も調整し、初めて製品レベルになります。それぞれの職種には連携が必要で、相互理解がないとうまく回りません。目的と達成の案件はしっかり共有し、協力して進められるようにしたいですね。